こんにちは。クレアの衝撃のナレーター、翔子です。たまに登場するのでよろしくお願いします。さて、新型コロナウイルスの影響で、2年間開催が中止されていた F1 オーストラリアグランプリですが、今シーズンは3年ぶりに、無事に開幕を迎えることができました。ロシアのウクライナ侵攻により、物流面での苦労が増えたと思いますが、関係者の方々のご協力に感謝いたします。今回は、オーストラリアグランプリの初日、そして2日目の結果をご紹介いたします。メルボルンにあるアルバートパークの公道を使用したこのサーキットでの F1 オーストラリアグランプリは、1996年の初開催から2019年まで、なんと24年連続で開催されており、F1 カレンダーの常連さんといえます。非常に美しいこのコースは、2021年に改修工事がなされ、これまでよりも高速化し、平均スピードは15キロほど上がり、ラップタイムは5秒ほど短縮されると予想されています。フリー走行で新レイアウトを体験した各ドライバーからの評価は非常に高く、改修工事は成功したと言えるでしょう。これが旧コースレイアウトと新たなレイアウトの違いです。微妙な違いですが、昨年のアブダビのように、最適な改修ができたと言えるのではないでしょうか。普段は公道として使用されている中での大掛かりな改修工事、そしてそれに協力していただいた市民の方々に感謝ですね。では初日の FP1 の結果を見てみましょう。ここでもフェラーリ勢が好調で、トップはサインツ、コンマ5秒差でチームメートのルクレールが続いています。レッドブル勢はペレスがルクレールとほぼ同タイムの3番手、マックスはペレスからコンマ3秒落ちの4番手でした。やはりここでも、この2チームが他を圧倒する展開になりそうですね。そして5番手には、これまで不調だったマクラーレンのノリスがつけ、オコン、ハミルトン、リカルド、アロンソ、ボッタスがトップ10となりました。そして、アルバートパークサーキットを初めて走った、アルファタウリの角田裕毅が11番手となり、14番手のガスリーの前につけたのです。あくまで FP1 の結果ではありますが、角田裕毅は未経験サーキットで順当なスタートを切ったと言えるのです。これまで好調だったハースは、前線でのミックのクラッシュの影響で今回はスペアのシャシーがないことが判明しており、ドライバーの2人はとにかくマシンを壊さないように走るようにチームから指示を受けているので、思う存分攻めれない週末になりそうです。前線のサウジアラビアからは1週明けての開催となりますが、それでも4週で3回のレースが組まれているので、今後も各チームは今回のハースのような状況に置かれる可能性もありそうですね。続く FP2 でもフェラーリ勢は好調で、ルクレールがトップ、レッドブルのマックスがコンマ3秒落ちの2番手、3番手にサインツと続きました。その後ろにはアルピーヌのアロンソがつけ、ペレス、オコン、ボッタス、ノリス、ガスリー、リカルドまでがトップ10でした。アルピーヌの2台が非常に好調で、ルノーの新パワーユニットがよく機能していたと思います。マクラーレン勢は FP1 に続き、2台ともトップ10に入っているので、明るい兆しが見えてきたと言えます。角田裕毅は、9番手タイムをマークしたガスリーからコンマ3秒落ちの12番手で FP2 を終えています。初日を終え、角田裕毅はこう語っています。ここは初めて走るコースで、以前のレイアウトとの違いは分かりませんが、すぐに自信がつきました。僕たちはマシンの正しいセットアップを見つけるために正しい方向に向かっていると思います。そして迎えた FP3。 この時点で当初4カ所に設けられていた DRS 区間が1つ削られ、3カ所に変更されました。安全面を考慮してのことだと思いますが、今後はレースウィークでのルール変更は一切なくしてほしいものです。トップはマクラーレンのノリスで、好調ルクレール、ペレスが続き、アルピーヌのアロンソが4番手につけています。今回のアルピーヌは、トップ2に迫る走りを見せてくれそうな予感がします。5番手以降はサインツ、リカルド、マックス、ハミルトン、ボッタス、そして角田裕毅がつけました。
角田裕樹は自己ベストを連発していた最終アタックで赤旗が出たために途中でアタックをやめてしまいましたが、あれがなければもう少し前でフィニッシュしていたと思います。 FP1 に続き FP3 でもガスリーを上回ったというのが大きいと思います。そして迎えた予選 Q1、 トップはレッドブルのマックスで、ペレスも2番手につけ、ここでレッドブルが初めてワンツーとなりました。フェラーリ勢はルクレールが3番手、サインツが4番手、以降アロンソ、ボッタス、ノリス、ハミルトン、ラッセル、ガスリーでした。角田裕樹はガスリーからコンマ2秒落ちで、なんとか13番手で Q1 を突破しました。後方ではストロールとラティフィーが接触していましたが、個人的にはまたしてもストロールがミラーを見ていなかったように思えます。苦戦しているアストンマーティンで戦い続けるストロールのメンタルが気になってしまいます。予選 Q2 では絶好調のペレスがトップとなり、サインツ、ルクレール、マックスと続き2強が上位を占めていました。5番手以降はアロンソ、ノリス、ラッセル、ハミルトン、リカルド、オコンまでが Q3 進出を決めています。残念ながらアルファタウリ勢はガスリーが11番手、角田裕樹はガスリーからコンマ2秒落ちの13番手で Q2 落ちとなってしまいました。フリー走行ではガスリーの前につけることも多くなってきましたが、やはり予選になるとまだまだガスリーが1枚も2枚も上と言えるかもしれませんね。ただ F1 界で5本の指に入るとも言われるガスリーと遜色ないタイムを出し続けているので、決勝レースに期待しましょう。あとはマシントラブルが起きないことを願うばかりですね。そしてポールポジションを決める Q3 では、途中まで全体ベストのタイムを刻みながら攻めていたアロンソがマシントラブルによりクラッシュしてしまい、まさかのノータイムで10番手となってしまいました。アロンソは明らかに今回のレースでの主役の一人だと思うので、決勝での巻き返しに期待しましょう。そのアロンソのクラッシュにより、ギリギリでタイムをマークできなかったサインツが、赤旗中断後のラストアタックでミスをしてしまい、なんと9番手からのスタートとなってしまいました。ポールポジションは、ラストアタックで異次元の速さを見せたルクレールで、ただ一人、1分17秒台をマークし、見事にポールポジションを獲得しました。2番手3番手にはレッドブルの2台がつけ、ノリス、ハミルトン、ラッセル、リカルド、オコンが続きました。王者メルセデスは苦しみながらも5番手6番手につけるあたりはさすがと言えるでしょう。そしてマクラーレンとアルピーヌも非常に好調なので、トップ2に次ぐ第3のチームがどこになるかにも注目したいですね。そして最後の最後でミスをしてしまったサインツは、やはりいろんな意味でルクレールとの差は大きいと言えるのかもしれませんね。早い段階で初優勝を決めれば何かが変わると思うので、9番グリッドからではありますが、決勝での巻き返しに期待しましょう。アルバートパークを走る F1 マシンを見ると、やはりこの舞台は開幕戦にぴったりだなぁと感じてしまいました。今シーズンは開幕から2戦連続でナイトレースとなっており、今ではナイトレースも見慣れた感がありますが、個人的には明るいうちに行われるレースが好きです。ここでもフェラーリが速く、それをレッドブルが追う構図は変わらないと思いますが、気になるのはそれ以降のチームと言えます。なんだかんだ言っても、メルセデスが筆頭かもしれませんが、アルピーヌ、マクラーレン、アルファタウリも近い位置にいると思います。ここでの初レースとなる角田裕樹は、やはりただものではないことが証明されたと言えるでしょう。決勝で再び世界をあっと驚かせてほしいですね。決勝は日本時間4月10日の14時からとなります。翔子はダゾーンの F1 ゾーン派です。4画面で各マシンのセクタータイムなども随時見れるので、面白いですよ。よろしければ概要欄から登録してね。それでは次回のクレアの衝撃をお楽しみに。